皆さんは対数をご存知でしょうか。数式ではログと表され、学生時代に多くの人が学んだことでしょう。対数はジョン・ネイピアによって16世紀の終わり頃に考案されたと言われています。一つ例題を考えてみましょう。ネイピアが発案したものを改良したものとして常用対数があります。それを使って計算してみます。 123×456×789×135×792 という式を対数を使って計算するとこのように表します。近い値を常用対数表から読み取ると、ニアリーイコールログ10の 4.73 となります。こうして得られる答えは 4.73×10^12。 ちなみに正確な答えは4兆7315億7694万9440なので、対数を使って表した 4.73×10^12 と近しい数値になります。実は身近なところでよく利用されている対数なんですが、そもそも対数とは大きい数や煩雑な計算を簡単にするために考案されたもので、電卓でも計算できないような桁の大きな数も紙の計算で解決できてしまうのです。そして対数は地震の大きさや音の大きさを表す際にも使われています。ではこの対数という概念は一体どのように発見され、生活の中で生かされていたのでしょうか。時は大航海時代、多くの人が海に出ましたが、航海は困難を極め、海難事故により目的地に到達できないということが多く起きていました。当時は三角法と呼ばれる計算を用いて船の位置を把握していました。この三角法は三角関数を活用し計算する方法でしたが、10桁以上の正確さを求められとても大変でした。一つの計算ミスで船員全員の命に関わるので大きな負担になっていたそうです。そんな中、ネイピアによって考案されたのが大きな数の計算が効率よく正確に行える対数という考えでした。こうして大変な計算が正確にでき、海難事故の減少につながったと言われています。そして現代では地震の規模や音の大きさ、コンピューターの機械学習にも応用されています。例えば地震の規模を表すマグニチュード、マグニチュードは地震が発するエネルギーの大きさの指標なのですが、今日の地震は10兆ジュールでしたとニュースで伝えられても桁が大きくてよくわからないですよね。そこで対数を使って計算するとこのような式になり、今日の地震はマグニチュード 5.5 ですと表すことができるようになります。実はマグニチュードが1増えるということは10をかける回数が 1.5 回分違うということになるので、エネルギー量だと約 31.6 倍異なるということですね。いかがでしたでしょうか。対数はかつて海難事故から人々の命を救うために生み出され、現代ではネイピアが考案した形から他の人々により変化が加えられていますが、最先端のテクノロジーに必要不可欠になっているとても大きな発見だったのです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。